移動します。成浜駅前、カムラだ。あれ、この景色って、うん、僕も思った。現実世界の成浜台駅とよく似た光景だよね。うすうす思ってたんだけど、このゲームの舞台の成浜ってもしかして成浜市がモデルになってるんじゃない？そうなのかもしれませんね。にしても、ほんとよくできてますよ、この背景。微妙に変えてはいるけど、うまく似せてるな。呼ぶ。カムラさんという人がいますね。うん、話しかけてみよう。あの、こんにちは。やあ、はじめまして、カムラと言います。格闘家です。格闘家か、格闘家。ふふふ、成浜の平和は僕が守るぞ。はあ、呼ぶ。MO のこと。そうだね、このゲームのいいところはやはり育成重視にならないことかな。育成重視？そうそう、他のネットゲームだとどうしてもレベル上げが必要になるし、レベル差がつくと友達と一緒に遊べなくなっちゃうこともあるからね。なるほど。戦闘より頭脳による謎解きをメインにした思い切りの良さを評価するよ。呼ぶ。カムラのこと。格闘家なんて職業あるの？あはは、いや、僕が勝手にそう名乗ってるだけなんだけどね。頭脳派が多いこのゲームであえて肉体を売りにするのがいいじゃないか。はあ、なるほど。フィジカル。呼ぶ。 MO のこと。このゲームでも戦闘ってできるんだ。ああ、付加的な機能だけど、もちろんバトルもできるんだよ。へえ。きっとこの先、ヤングタンとの構想のシナリオが追加されるんじゃないかな。夜の不当で取引してる相手を取り押さえるんだ。へい、待ちな。お前たち、そこで何してる？やべえ、つらかれ。おっと、このカムラの必殺剣から逃げられると思っているのか？何？まさかお前が伝説の格闘家のカムラなのか？今さら気づいても遅いぜ。とりゃー、やーた、助けてー。地獄に行ったら俺にやられたといいな。きっと仲間が大勢いるぜ。と、まあそんなアクションを繰り広げられるわけだ。これは熱いね。はあ、呼ぶ。カムラのこと。僕はゲームはクリアすることよりもいかに楽しむか工夫するのが好きでね。特にネットゲームはいかにして話題になるかに全てをかけてるんだよ。ああ、それで格闘家なんだ。うはは、そうそう。そういうわけだから、今後ともよろしく頼むよ。
人物リストにカムラが追加されました。呼ぶ。 MO のこと。このゲーム、やはりもっと戦闘系のスキルを充実させてほしいところだね。犯人に飛び蹴りとかぶちかませるとすごく熱いと思うんだけどな。飛び蹴り。移動します。成浜臨海公園。ここも現実の港公園とよく似ているな。やっぱりこの町は真里浜市がモデルになっているようですね。しかしテスト中だからだと思うけど、案外人が少ないんだな。あ、雪色がだ。あれ、奥に誰か来ましたよ。あ、本当だ。名前は雪イルカって人みたいだね。呼ぶ。そこの雪イルカさんに話しかけてみましょうか。うん、一人で何してるんだろう。あ、こっちに来る。ねえねえ、君の名前って、あー読めないね。え、なんだ？名前？いい名前だね。ん？どこかの探偵さんみたいで。ん？これ文字化け？これ文字になってるんですよ。普通に読むと、いい名前だね。どこかの探偵さんみたいで、ですね。読めない。読めないね。あ、ありがとう。ん？あたい、雪だよ。よろしくね。あたしか。あたしユキだよ、よろしくね。これはあたしユキだよ、よろしくね、ですよ。ああ、なるほど。あ、うん、こちらこそよろしく。ん？あ、あ、なんだ？なんて？な、素敵な探偵さんに面白い噂を教えてあげるね。あ、そうだ。そんな素敵な探偵くんに面白い噂を教えてあげるね。そろそろ慣れてきました？いや、読めねえわ。いや、あ、難しいって。しかし噂って突然何なんだ？せっかくだし聞いてみましょう。その噂って、あのね、この MO の世界には本当の殺人者が紛れ込んでいるんだよ。この MO の世界に本当の殺人者が紛れ込んでるんだそうです。えっ、本当の殺人者って？だから頑張ってね、探偵くん。それじゃ、だから頑張ってね、探偵くん。それじゃですね。あ、行っちゃった。どうも穏やかじゃないこと言ってましたけど。ふむ、
ひとまずメモしとこうかな。人物リストに雪イルカが追加されました。人物リスト見る？メモ。どれどれ？キブカワ。アリオね。ミスティオンライン内で最初に出会った人物。問題が解けず困っていた。ブレッド。ミスティオンライン内で最初に出会った人物。言葉遣いが悪い。カムラ。そんな職業はないのに勝手に格闘家と名乗る青年。非常に熱くゲームを楽しむ。雪イルカ。何やら分け尻顔で意味深な言葉を残して去っていった不思議な少女。これで以上だ。移動しよう。次に行くのは商店街に行こう。成浜商店街。うわ、二人いる。お、誰かいるぞ。アルマダとアイナっていう人みたいだ。二人で何か話をしてるみたいですね。呼ぶ。どうもこんにちは。はじめまして。やあ、こんにちは。イクルミさんは初心者かい？そうなんです。さっき始めたばかりでまだ事件はやってないんだけど。最初はコツコツと小さい依頼をクリアしないといけないから面倒だよね。あ、そうなんだ。そうだね。最初は小さな窃盗や傷害事件などを多くこなしていって評価を上げていかないと大事件は捜査できないんだよ。じゃあ殺人事件の捜査をするなんてのは。そうなんだ。だいぶ評価を上げてからじゃないと受けられないよ。ありゃ、そういうものなんだ。殺人事件は当然みんなやりたがるんだけど、そもそもそんな頻繁に殺人が起こっても困るしね。草。まあそれもそうだね。あれ、語尾についてる W って確かカッコ笑いの意味なんですよね。今さら。そうそう、いちいちカッコ笑いと打つのを省略したものらしいよ。ああ、なるほど。チャットだとすぐに返事を返さないといけないですからね。そうやって新しい文化って生まれていくんですね。ところで W になったのは笑いの頭文字の W からですか？さあ、そういう説もあるし、笑ってる口の絵文字に見立てたという説もあるからな。は、あは、なるほど。ああ、そうそう。でも最初から殺人事件の捜査ができる方法もあるんだ。へえ、それは？ユーザーイベントなら始めたばかりでも捜査に加われるんだよ。ユーザーイベント？呼ぶ。 MO のこと。そういえば君もやっぱりマリハマ市に住んでる人なの？え、どうして？いや、このベータテストってマリハマ市近辺に住んでる人中心に行われているからさ。あ、そうなんだ。ほら、この町がマリハマをモデルに作られているからじゃないかな。それにこのゲームを開発してるゲンマもマリハマ市にあるしね。さ、なるほど。じゃあ君たちも？うん、僕は最近越してきたんだけどね。
へえ。呼ぶ。アルマダのこと。僕は2ヶ月くらい前から MO を始めたんだ。職業は探偵だよ。ネットゲームはあまり経験がなかったけど、いろいろできて楽しいものだね。人物リストにアルマダが追加されました。呼ぶ。アイナのこと。僕はアルマダが MO をやってると知って始めたんだ。職業は調査官だよ。あれ、ってことは二人は元から知り合いなのかな。まあそうだね、そうなるかな。へえ、そういうのも楽しそうでいいな。人物リストにアイナが追加されました。呼ぶ。イベントのこと。ユーザーイベントってもしかしてプレイヤーが犯人になるってやつかな。そうそう、犯人になって事件を起こさせるのが一番面白い部分だよ。僕らはゲームクリアよりもトリックを考えたりするのに凝ってるんだ。へえ。ちょうど今日ずっと考えていたイベントを実行しようと思ってるんだよ。今もそれの最終打ち合わせをしてたんだ。あ、それじゃあ邪魔しちゃいけないかな。あは、大丈夫だよ。もう準備はすべて終わったから。へえ、熱心だな。楽しそうですよね。メモ見よっか。人物。リオ、ブレッド、カムラ、アルマダ、商店街で出会った。ネットゲームの経験は浅いらしく、MO 歴は2ヶ月ほど。アイナ、アルマダとは現実世界でも知り合いらしく、アルマダに次いで MO を始めたらしい。ユキイルカ。移動します。移動はマイハウス前に行きます。あ、こんちは。さっきよりは読める。また会ったね。あ、さっきの変わった子だ。今度は普通の文字で打ってくれてるみたいだな。あは、さっきの遊びだったみたいですね。イクルミさん、まんまとからかわれちゃいましたね。うぬぬ、なんだか複雑な気分だ。いや、さっきはどうも。あ、ねえねえ、あのさ、イクルミくんの名前ってさ、やっぱりキブカワシリーズから名前取ったの？ん？これは、まあそんなところかな。はあ、あは、私もそのゲーム大好きなんだよ。おお、やっぱり。またそうやってすぐ調子に乗るんですから。いろいろと面倒なので、本人だってバレないようにしてくださいよ。はいはい。特にね、あのね、イズナちゃんがちょっと意地悪なところが最高。もう私、イズナちゃんのためなら何でもするよ。だってさ、むむむ、なんだか複雑な気分ですね。あ、ねえねえ、それからさ、
イクルミくん、M2 って会ったことある？え、M2？ あー、でも、まだゲーム始めたばかりだから、知らないよね。あーん、なんでもないよ。変なこと聞いて、ごめんね。M2 って、さっき週刊誌で見た都市伝説の？ですが、どうもそれじゃなくて、ゲームの中の話みたいですね。ちょっと聞いてみようか。その、M2 っていうのは何？あ、それ、この先のネタバレになっちゃうけど、いい？うん、大丈夫。そういう名前のキャラがゲームにいるの？うん、そうなんだよ。ユキが今やってる事件で追ってる犯人が M2 っていうの。こいつがしぶとくてさ、なかなか尻尾をつかませないんだよね。そのくせ、私はどこまでもお前を追い続ける、みたいなこと言って。いつどこで襲ってくるかわからなくて怖いの。うはぁ、なるほど。そりゃ怖い敵キャラだ。うん、もう本当に怖いんだよ。いつ現れるかわからないし。だからビクビクして、イクルミくんにも聞いちゃった。ごめんね。いや、大丈夫。じゃあ、マリハワで噂になってる都市伝説とは関係ないんだね。あは、違うよ。同じ名前みたいだけどね。なんだ、それだけのことか。気にするほどでもなかったかな。同じ名前っていうのは、偶然なんでしょうか？単なる偶然じゃないかな。ふむ。でもね、その M2 ってやつ、ほんと、すっごく怖くて。ゲームをやってない時でも、襲ってくる気がするくらいなの。あはは。そんなに怖いんだ。ほら、あのさ、さっきも言ったけど、このゲームの中に本当の殺人者がいるって噂があるから、現実の世界でそいつに襲われるんじゃないかって思っちゃうの。ん？まさか、そんな。本当の殺人者ですか。その噂話と M2 っていう敵キャラがダブってるのかな。なんか気になる噂ですね。その本当の殺人者ってどういう噂なの？さあ。私、実はよくわかんないの。あ、それじゃあ、約束があるからもう行くね。素敵な探偵さん、今度一緒に捜査しようね。バイバイ。あ、また行っちゃった。この噂って他の人も知ってるんでしょうかね。なんだか気になるね。聞いてみようか。殺人者と言われて見過ごすわけにもいきませんよ。少し聞き込みしてみましょう。でもそんな真剣に取り組むほどのことかな。万が一にも本当だったら
見逃すわけにはいきませんし、調べて何事もないと分かれば、まあそれでいいじゃないですか。まあそうだけど。移動します。成浜駅前に来ます。あ、田村さんいなくなってる。あは、早速悪漢でも倒しに行ったんでしょうか。移動します。成浜商店街に行きます。そして呼ぶ。噂のこと。殺人犯がこの MO の中にいるだって。はい、そんな噂は聞いたことないかな。君は始めたばかりなのに、どこでそんな話を聞いたんだい。雪のいかさんから、雪カエルさんから、雪イルカさんから。これ雪イルカね。雪イルカさんという人にさっき。なるほどね。あの人はどうもよくわからない人だからな。あまり気にしなくていいんじゃないかな。はあ。呼ぶ。イベントのこと。ユーザーイベントは人気投票でランキングが出されて、優秀なイベントを作ると特別な称号がもらえるんだよ。称号？もちろん犯人としてのだよ。幻影の魔術師とか世紀の大怪盗とか。なるほど、そういう目標もあるわけだ。呼ぶ。イベントのこと。実を言うと、僕は今回のイベントをやりたくて MO を続けてたようなもので、いよいよかと思うとドキドキしてくるよ。移動します。成浜臨海公園。あ、リオさんだ。お、向こうもこっちに気づいたようですよ。イクルミくん、さっきはありがとう。おかげでクリアできたよ。いやいや、お役に立てたようでよかった。呼ぶ。MO のこと。どう？ MO には少しは慣れたかな。あ、いや、ごめん、そうだよね。まだそんなに経ってないもんね。覚えることも多いから、慣れるのまでは時間がかかると思うけど。あ、そうだ。ねえ、イクルミくん。ん？よかったら、私の入ってるアレスト団に入らない？アレスト団？あ、ユーザー同士で作るチームみたいなものなんだけどね。一緒に事件をクリアしたりとか、情報交換したりとかするんだよ。あと、ユーザーイベントをやったりとかもするかな。なるほど。まだ5人しかいないんだけど、さっきのブレット君もメンバーだし、イクルミ君もいてくれると心強いな。リーダーはアルマダ君って人で、ちょっと厳しいけどいい人だよ。ああ、アルマダさんならさっき商店街で会って少し話したよ。本当？それなら話は早いかな。一応アレスト団に入るには
リーダーのアルマダ君の許可が必要なんだけど、もし興味があったら彼を見つけて話してみてよ。私からも彼に直接メッセージ送って伝えておくからね。うん、わかった。呼ぶ。リオのこと。私は MO を始めてから2ヶ月くらいかな。結構奥が深いからね。やっと慣れてきたってところ感じだよ。呼ぶ。イベントのこと。今アルマダ君にメッセージ送っておいたから、これで話は通じるはずだよ。イクルミ君もアレストダーに入ってくれると嬉しいな。呼ぶ。噂のこと。MO の中に本当の殺人犯が？聞いたことあるけど、そんなの噂だけだと思うよ。で、移動します。成浜商店街。呼ぶ。アレスト団。おお、そうだそうだ、さっきリオくんからの通信で紹介されたんだった。リオくんの困ってた問題をあっさり解いたそうじゃないか。君ならもちろん入団 OK だよ。アレスト団にいてくれると心強い。どうだい？どうするんですか？団についてもう少し詳しく聞いておきたいな。呼ぶ。アレスト団。そもそもアレスト団ってどういう集まりなんだろうか。基本的には相互扶助を目的としたチームで、お互いに力を合わせながら、とにかく一緒にゲームを楽しもうっていう、それだけの気楽なものだよ。メンバーはどんな人が？団を作って1ヶ月ほど経つけど、実はメンバーはまだ5人しかいなくてね。僕と隣のアイナ、君を誘ったリオ、あとはブレッド、ネコネコって人かな。実はもう一人、カムラって人にも声をかけてるんだけど。ああ、知ってる。さっき会ったな。彼もすごく面白い人だよ。だけど僕は一匹狼がいいとか言ってなかなか入ってくれないけどね。あはは、彼らしいな。呼ぶ。アレスト団。アレスト団に入ってもらえばこの後のイベントにも参加してもらえるし、どうだい？この先も MO を続けるならどこかチームに入っておいて損はないよ。ふーむー、どうしようか。せっかくなのでイベントには参加してみたいですね。謎解きの本職としては黙っていられませんよ。いや、探偵って本来そういう商売じゃないだろう。で、どうするんですか？アレスタに入るか入らないか。ここは入ります。そうだね、せっかくだし入ってみようか。ふふ、イベント楽しみですね。じゃあせっかくだしお願いします。そうか、ありがとう、歓迎するよ。登録はこっちでやっておくから何もしなくても大丈夫。
アレスト団にようこそ。どうもよろしく。それじゃあ早速13時からのイベントにも参加してくれ。場所はマイハウス前だから。イクルミさん頑張りましょうね。張り切ってるな。移動します。臨海公園に行きます。